それでスクロースさん、この間受け取った荷物って危険なものじゃないよね。荷物を開けるときは気をつけた方がいい。この前友達に頼んで研究用の素材を運んでもらったら、輸送中の揺れで反応を起こしたことがあるんだ。開けた途端、夢の中にいてもすぐに目が覚めるような新鮮な匂いがプンプンしてね。もし中身がそういったものだったら、先にアルベド先生の意見を聞いた方がいいと思う。いや、そんな危険なものじゃ。ティマイオス、スクロース、何の話してるんだ？ああ、君たちか。実はスクロースさんのところに変な荷物が届いたんだ。変な荷物？そう、この前ここへ遊学しに来たスメールの学者から届いたの。一緒に研究してくれたお礼にって。教令院の学者からの荷物か。何が入っててもおかしくない気がするな。うん、中身は危険なものじゃなく、ただの変なカードだったんだ。以前ティマイオスのところで似たようなものを見た気がしたから、何に使うものなのか聞きたくて。似たようなカード？試薬を見分けるための試験紙とか？いや、そういうのじゃないの。ほら、これなんだけど。ああ、このカードね。あれ？っていうか、スクロースさんはこれを見たことがないのか？うん、ないよ。もしかして、この間までずっと雪山で、種が5倍大きいスイートフラワーの課題を研究してたからかな。このカードって最近学会で注目されているような研究なの？それを言うなら確かに注目してる人は多いかな。でも研究じゃなく、これは今流行りのテーブルゲームなんだ。その名も七星召喚。七星召喚。前々からいろんなとこで名前を聞いてはいたけど、カードを見たのはこれが初めてだな。まさかモンドにもあるなんて、そんなに人気なのか？その通り。最近は七星召喚にハマる人が続出していてね。稲妻の八重堂も七星召喚をテーマにした娯楽小説を出すほどだ。しかもストーリーも面白いときた。物語は、あるスメールの少年が自宅の屋根裏から古い秘典の箱を見つけるところから始まる。少年がその蓋を開けると、中には古の決闘者ワニの王の魂が宿っていることに気づいた。実はキングデシェレトに仕えるワニの王は、時の王と決闘の儀を行った時に相手の罠にはまり、秘典の箱へ封印されてしまったんだ。少年にたまたま救い出されたワニの王の魂は少年の体に憑依し、次第に彼を伝説の決闘者へと。ティマイオス？どうかした？スクロースさん。あ、君もこの物語に興味が湧いてきたとか？なら原作を貸してあげるよ。この間、プライベートな理由で研究レポートの締め切りを伸ばしてもらってたよね。あこの前のは確かにサボりだけど、でも研究に新たな進捗がない限り、しばらく七星召喚には触れないと決めたんだ。そっか、残念。どうかしたのか？協力した学者がせっかく送ってくれたゲームだから、その行為を無下にしないためにも、せめてルールくらい知っておこうと思ったんだけど。あ、そうだ、スメールの学者が考案したゲームなんだし、遊んだら賢くなれるんじゃないか？だってちょっと気になるだろう。でもしばらく七星召喚を遊ばないティマイオスからは教えてもらえないよな。まあ研究の方が大事だからね。七星召喚のルールについて詳しく知りたいのなら、キャッツテイルに行くことをおすすめするよ。そう、その店だ。休憩時間になるとみんなキャッツテイルで七星召喚を遊んだり、たまにお互いのカードを送り合ったりしてるんだ。初心者にも優しい。ゲームのルールも一見複雑そうだけど、慣れればすぐできるさ。わかった。旅人さん、パイモン、早速キャッツテイルで聞いてみよう。実はディマイオスの話を聞いてたら、七星召喚にちょっとだけ興味が湧いてきたの。やったぜ！じゃあ早速出発しよう。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイモン、珍しいわね。それと錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶりけど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッチテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回七星召喚のために来たの。七星召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテイルへ来る人が増えているの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するため、スタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？リトルプリンスよ。ほら、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？うん、僕が翻訳しよう。リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。ああ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにするとは。リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。なんでしょう。ジョインよ、俗世の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎだ。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。凡人の君たちには理解できないのも無理はない。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。うん、にわかには信じがたいな。七聖召喚についてならジョインに、いやリトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない、故に断らせてもらおうとリトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろ。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど私今忙しいから。最近お店で七聖召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もうゲームもお酒もほどほどが大事なのに全く分かってないにゃ。なんというかオーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほらちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して2人のお客さんに七聖召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ。やだもん。はっ。それにだらしないおじさんが酒場で七聖召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの？そしたらお店のお酒がますます売れてモンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも当面の急務は七聖召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り、リオナさん、七聖召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事ジョインに任せたわよ。わかった。それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。さて、ルールを知りたいならまずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど、その顔ちょっと。まさか手ぶらで七聖召喚を勉強しに来たわけ？そうなの。実は友達からもらったカードを何枚か持ってきてるんだ。その数枚だけじゃ足りないんだけど。基本のルールを勉強するならせめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし受け取りにも来てないから。でももしかしたらわざと置いてったのかも。ああ、持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？早速今からルールの勉強をする？よし、じゃあ始めるよ。ふふん、七星召喚の世界へようこそ。簡単に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを1人選ぶ必要があるの。さっさと終わらせるぞ。まず毎ラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。これを使って行動するの。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズに入るよ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。よく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ。悪くないね。これで攻撃が1回終わったにゃ。アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから、今度は相手が行動することになるよ。そして相手の行動が終わったらまたこっちが攻撃する番。これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。これを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。さあ試してみて。よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ。覚えてる？勝利条件は全ての敵を倒すことなの。もうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい。仕方ない。ここはラウンド終了をするにゃ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるの。そして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんだ。さあ、新しいラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。十分な元素力があって初めていろんなことができるからね。うわぁ、運が悪すぎじゃにゃい。これじゃディルックのスキルが使えないよ。ふん、でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択して、それをすべてリロールできるの。アクションフェーズの開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこっか。スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。リルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。でもチャージ完了まであと1ポイント足りないみたいだね。こういう時は通常攻撃を使ってみて。リルックの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要なの。つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。これでチャージが3ポイントたまったね。それに必要な炎元素サイコロもあるよ。ふふん、早速高威力の元素爆発を発動してみよ判決を下す。正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチームを組む必要があるの。そこで登場するのが2枚目のキャラカード、ガイアニャ。ガイアの各アクションには氷元素サイコロがたくさん必要だったにゃ。氷元素ダメージを与えた後、氷元素付着が発生するの。これよし、敵に氷元素を付着できたね。ついでに元素反応も学んでみよう。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。一つのキャラに特定の元素の組み合わせを付着させると元素反応が起こるにゃ。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで炎元素のスキルを使うの。でも出撃キャラを切り替える必要があるね。あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、それ以外は待機キャラになるんだ。通常使用できるスキルは出撃キャラのスキルのみだよ。待機キャラのスキルを使うにはまずそのキャラを出撃キャラに切り替えないとだね。例えば今の状況でリルックのスキルを使うには彼を出撃キャラに変更しなきゃいけないの。任意の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切り替えられるよ。さっさと終わらせるぞ。スキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が行動する番になるんだ。大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。だから敵はリルックを攻撃するしかなかったみたいだね。さあ今はリルックが出撃キャラだよ。早速彼のスキルを使ってみよう。氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると元素反応妖怪を起こせるの。妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス2されるにゃ。これで一気に大ダメージを与えられるよ。七星召喚の元素反応ってすごいでしょ。次はキャラカード以外のカードの使い方を学んでいこうか。これらのカードはアクションカードと呼ばれているにゃ。各対戦が始まる前にデッキから5枚のアクションカードを引いて、それが初期手札になるの。攻撃に使える元素サイコロがないにゃんて。リロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫。こういった状況でもアクションカードをうまく使えば効率よく攻撃できるよ。アクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいるキャラに各種支援と強化効果をもたらしてくれるんだから。例えばこれ、あ、このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。あと他のカードにあるこのコスト。このコストはさっきのに比べて簡単だよ。任意の元素サイコロでいいんだ。また機会があったら説明するね。今はこのアクションカードを発動してみて。手からアクションカードを出す場合、クイックアクションになるの。クイックアクションをしてもあなたの番は終わらないんだ。簡単に言うと、手札のカードを発動しても続けてアクションできるってわけ。ふん、目の前の敵で練習しよう。でもリルックの元素スキルには炎元素が3つも必要にゃ。今はけど大丈夫。ここでさらなるルール、元素調和の登場だよ。手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に転換できるの。このカードはしばらく使わないから、これを使って元素調和してみよう。欲しい元素サイコロが来ないと思った通りに行動ができなくなる。でも七星召喚は手札の数よりも攻撃のリズムを保つことがかなり重要になってくるにゃ。こういう時は使わない手札をすべて元素調和で使っちゃおう。手札の発動と同じで元素調和もクイックアクションの一つなの。じゃあ続けて元素調和をして炎元素を3つ集めよう。これで逆縁の刃を使うために必要な元素サイコロが揃ったね。白鉄の体験を装備してるから、逆縁の刃のダメージがプラス1されるよ。さて、そろそろ最後のレクチャーだよ。正式な対戦では初期手札を調整することができるの。任意の枚数の手札を山札に戻して、同じ枚数だけ手札を引き直せるんだ。引き直した後の初期手札を確認したら、両プレイヤーは同時に初期出撃キャラを選ぶことになるにゃ。今回はヤバそうなやつが出てきたね。さっさと倒しちゃおう。あなたの腕を見せてもらうね。最初は初期出撃キャラを選ぶところからだよ。用意はとっくにできてるぜ。サイコロを振る動作が様になってきたね。最後にちょっとしたテクニックを教えてあげるね。ズバリ、敵が何をしようとしてるか予測すること。つまり敵の行動意図を見切るのにゃ。ここでそのラウンドの敵の行動意図が全て読めるようになるよ。ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が順番に表示されるの。それを参考に有効な策を練れば敵を簡単に倒すことができるよ。よし、これでチュートリアルは全て完了にゃ。次は自分の力で勝利を勝ち取ってみてね。こいつはどうだ？行こうか。そうそう、言い忘れたことがあったにゃ。エンドフェーズごとにアクションカードの山札からカードを2枚引けるの。ちゃんと覚えておいてよ。元素サイコロと手札の力を十分に発揮したプレイヤーだけが勝利を手にすることができるんだから。これが基本のルールだよ。どう？わかった？さっきのはチュートリアルの冒険挑戦モードね。七星召喚はそれぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する決闘対戦と、特殊デッキで構成されたクエストの冒険挑戦があるの。でもルールは一緒だから、これさえ分かってれば酔っ払いながら決闘したいとわめいてるおじさん相手なら十分かな。まだ細かいところまでは把握しきれてないけど、大体のルールは分かった。確かに詳しい説明だった。あの有名なキャッツテイルのバーテンダーにまさかこんな才能があるとは。いつからそこにいたの？ディオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのかそれすらわからなかったぜ。もうなんでこいつがここに？キャッツテイルもモンドの酒造業の一部だ。当然ワイナリーと協力関係にある。今日来たのはマーガレットさんと商談をするためなんだが。あの人ならここにいないよ。マーガレットさんを探してるならさっさと出てってくれる？いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。それよりも君たちがレクチャー用に使っていたそのカードの方が気になる。このカードはディルックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めてだ。このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。でもあのお客さんカードで遊んでなかったみたいだけど。どんな客だったか覚えているか？顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い、真面目な表情で、お酒を飲む時には一言も喋らずずっと黙ったまま飲んでる知らない人だったよ。全然知らないやつだから。なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。ごめんなさい、護衛隊長。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろう。じゃあこのディルックのキャラカードは？大丈夫、ただ僕をイメージしたカードというだけだ。でもまさかディルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェルズシェアのお客さんと勝負することもある。僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに残されていたのはいささか興味深い。そろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話を聞いてみないと。僕との決闘はしばらくお預けだ。ああ、じゃあ僕はこれで。見送りはしないから。護衛隊長。ガイアさん、何事もなければいいけど。そうだ、ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で決闘対戦するなんて面白そうだにゃ。でも正式な決闘には3枚のキャラカードを揃えないとダメなの。3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するんだ。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道がわからなかったんだ。でも今にしてみればこれはスクロースのキャラカードだったんだね。これで私もあなたもガイア、ディルック、スクロースの3枚のキャラカードが揃った。試しに決闘してみよう。うん。それじゃあ今から決闘を始めよう。燃やす！お楽しみはこれから。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。ルールをもっと熟知する必要があるみたい。対戦中の取捨選択が難しいね。2人の待機キャラの腕を全部出撃キャラにつけることができたらいいのに。そんなルールないからスクロースさん。負けたら潔く認める。これもテーブルゲームのマナーだよ。うん、わかった。悔しいけど負けたのは事実だもんね。面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん負けるのは悔しいよ。それに研究の途中、実験がうまくいかない時は不安にだってなる。特にアルベド先生のような卓越した錬金術師が隣にいると思うと。錬金術やら実験やらはよくわかんないけど、悔しがるのは普通じゃない？カードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いてもっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験、それらを全て手中に収めて、そして勝ち取るのが七星召喚の一番楽しいところなの。ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負けてすぐ諦める人より、負けてもめげずに頑張る人の方が立派でしょ？うん。ディオナさんの言う通りだね。スクロースさんは十分強いよ。私から見たら、普通の酒飲みおじさん8人分の強さだね。さっきの対戦はレベルが高かったにゃ。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど、七星召喚って、確かに面白いゲームだね。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったらキャッツテイルに来て。私と遊んでほしいとかじゃないから。ただここの方が雰囲気がいいかなって。うん、必ずまた来るね。よし、これで基本のルールは分かったよね。私もお酒を作りに戻らなきゃ。ジョインが美味しいお酒を作って、酒場がこれ以上人気になったらまずいもん。モンドの酒造業を破壊するために、私は忙しいの。後のことはジョインに聞いてね。なるほど、七星召喚のルールについてもう理解したか。旅人もスクロースもオイラももう立派なプレイヤーだぞ。オイラはお前とスクロースがやってるところを見て十分理解したんだ。プレイヤーになるのはそう簡単なことじゃない。汝らの試練には続きがある。今はまだ真のプレイヤーとは言えないとリトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会が認める正式なプレイヤーになるには試練をクリアしなければならない。なあ、難しくはないが、とにかくプレイヤー協会が認めた真のプレイヤーになるには3人と戦って勝たなければならないんだ。3人に勝たないとダメなんだ。さっきの対戦は正式な対戦とカウントしてもいい。確かにこの目で見たわけじゃないが、聞いただけで凄さは伝わってきた。相当レベルが高かったんだろう。聞くだけでわかるなんて。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はあと2人に勝てば正式なプレイヤーになれる。スクロースさんもさっき負けはしたけど落ち込まないでくれよ。君なら3人のプレイヤーに勝つのも難しくないはずだ。だがその前にジョインよ、初心者に送るものを忘れてはならない。おっと危ない。リトルプリンス様に言われてなければ忘れるところだった。プレイヤーになる人はみんな飛天の箱をもらえるんだ。あ、さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつだよね。スメールに住む主人公の少年が屋根裏で見つけたっていう。オイラも思い出したぞ。古の決闘者の魂が宿った飛天の箱だよな。あれって実在するものだったのか。実は全ての七星召喚のボードが飛天の箱になっているんだ。デッキを整頓して保存できるし、周りにいる飛天の箱所持者を探知することもできる。あ、オイラわかったぞ。お互いを探知できるのはきっと古の決闘者の魂が宿ってるからだろ。もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを探知できるのはスメールの学者が作った装置のおかげさ。なるほど、ちょっとがっかり。ひひそれじゃあ早く飛天の箱を出してくれよ。飛天の箱はマーガレットが配布してる。マーガレットのところで受け取るがよい。なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。故に飛天の箱を僕たちに預けたらオーナーはすぐになくなってしまうと考えたんだ。オーナーのところで飛天の箱を受け取り、その探知機能を使って誰か一人に勝ったらまた戻ってきてくれ。でもそれじゃあ旅人さんも合計2回しか勝ってないことになるけど。正式なプレイヤーになるための最後の相手は我が招待しよう。それは必ず汝の実力にふさわしいプレイヤーでないとならぬからな。というわけで皆さん、七星召喚の対戦を楽しんでくれ。もうまたお酒の注文って、あれあなたたちだったんだ。どう、七星召喚の対戦は順調？3回勝って正式なプレイヤーになる？ああ、確かにそんなルールあったっけ。でも高レベルのプレイヤーを目指すよりシンプルに楽しんだ方がいいんじゃない？大人たちはいつも必要ないところにルールを作りたがるんだから。あら、リオナちゃんから七星召喚のルールはもう学んだのかしら。あ、わかった。飛天の箱を受け取りに来たんでしょ。飛天の箱は便利な道具だものね。これが飛天の箱なんだ。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周りにこれを所持してる人がいたら探知できるわ。これを作った人はどうやら寂しがり屋さんみたいね。そうだな、いくら面白いゲームでも一緒に遊んでくれる人がいなきゃちょっと寂しいもんな。だからゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツテールに集まれるのは嬉しいことなの。それはついだよ。大事なのは同じ趣味を持った人が集まれる雰囲気の方だわ。はい、起点の箱よ。これでプレイヤーを探してみて。うん、じゃあ私も相手を探しに行かなきゃ。後でまたキャッツテールで集合しよう。ありがとう、私頑張るよ。どうなさいましたか？ご用件は何でしょう？オイラたち七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、支店の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。威勢がいいですね。確かにプレイヤーである僕はこのような決闘の誘いは断れません。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。まさか負けるとは。あなたたち本当に七星召喚の初心者ですか？こんなに強いとは思いませんでした。今度時間があったらまたやりましょう。ただやはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やったー、これで2回勝利したぜ。早くキャッツテールに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼にはプレイヤーの才能があると予想していたが、まさかこんなに早く酒場に戻ってくるとは。我が招待したプレイヤーに勝てば正式なプレイヤーになれる。どんな対戦になるか楽しみだ。リトルプリンス様はもちろん僕も非常に楽しみだ。さあ、招待したプレイヤーはもう部屋で待ってる。相手が誰だろうとこいつは負けないぞ。そうだろ旅人。よろしい。運命の万世が勝利を宣誓したことで私の心も震えたわ。尊きコロッセオ、決闘の心に縛られし周知になんとふさわしいのかしら。偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。この皇女が謁見の間に入ることを許そう。さあ、耳を傾けるがいい。歪んだ時計が鐘を響かせ、輝きを失った天候が遥か彼方へと去ってゆくわ。率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。お嬢様、忍耐力を鍛える必要がありそうですね。あれ、この声は。相手は待ちくたびれているようだ。早く行くがよいとリトルプリンス様はおっしゃっている。さあ、七星召喚の決闘を堪能するといい。七星召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠を奪取するよう命じる至高の秘儀。一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な工程もあるわ。故に慎重に取り組まなければならない。大元の神羅万象狂気断罪眼を持ち、3000世界と1000番の戦場を遍歴したこの皇女ほど謁見の間にふさわしい人物はいないはずよ。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルールを熟知しております。初心者同士の決闘ならルールを熟知している人が相手を務めた方がいいでしょう。それもそうだな。そっか、そういえばリトルプリンスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまりフィッシュルも七星召喚の初心者なわけだ。ふっ、この皇女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。故に瞬きの間に生来の姿でこの秘密を隠した扉の前に立つことができた。お嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式なプレイヤーになれるのです。それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、勝った方が正式なプレイヤーになれるってことか。いかにも。この皇女は運命の召喚に応じ、幽夜浄土よりこの地に降臨した。それなのに、あなたたちはまだその結果を疑うというの？なんとも愚か極まりないわね。お嬢様、大口を叩きすぎると、負けたときみっともないだけかと。負けたりしないわ。いかがかしら、違法の旅人。運命の弦に触れ、幽水のレクイエムを奏でる。この断罪の工場を敵に回す覚悟はできたかしら。それではお手並み拝見ね。吸引テスト開始。お楽しみはこれから。まさか近頃邪流の正気を受けたせいで因果の糸が私の目に暗く映ったのかしら。旅人、これもあなたの計算のうちなの。見事な策略、素晴らしい対戦でした。おめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーになれるね。やったぞ。あれ、そういえばスクロース、どうしてお前も酒場に戻ってきてるんだ？あ、もしかして。うん、私も2回勝ったんだ。それで酒場に戻ってきたら、あなたたちが最後の決闘を行ってるって聞いて見に来たの。そっか、スクロースも2回勝てたんだな。よかったぜ。ふん、さすが旅人。宿命の万世ね。あなたが優秀なプレイヤーであることを認めざるを得ないわ。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉をたたえるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を刺激し、運命のコロッセオでいばらの道を切り開くことを許すわ。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカードをプレゼントすると言っています。おお、フィッシュルのキャラカードだ。気にしないで。素晴らしき決闘の勝者にはそれにふさわしい報奨が与えられるべきだもの。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回勝利したばかりの初心者プレイヤーなんだけど、決闘に誘ってもいいかな？ええ、喜んで。吉星召喚の秘技で決闘しましょう。そうだ、ここに来るときリトルプリンスとジョインさんが「あなたが正式なプレイヤーになったら渡すものがある」って言ってたよ。まさか。わかったぞ、絶対あれだ、正式なプレイヤーになった報酬じゃないか。早く受け取りに行こうぜ。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。いでよ永遠の眷属、オズワルド・ラフナビです。お嬢様、私でしたらここに。だから七星召喚のオズよ。うーん、なら私は根源肖像論を使用して大型風鈴を召喚する。風以外の元素が付着した場合ダメージがアップするからなるほど。だがこの工場、そのような攻撃で動揺など。ほう、最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。これで君たちは協会が認定した正式なプレイヤーだ。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また、友達と対戦したいのなら招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない、翻訳するのを忘れてしまった。リトルプリンス様はこうおっしゃった。七星召喚を楽しんでくれと。風よ。